はい、こんにちは、こんばんは、白銀のハトです。今回は新しく強化されたカレンについて性能解説としていこうかなと思います。どうぞよろしくお願いいたします。ではもう早速やっていくんですが、今回カレン宝具強化されたという形になってるね。でその宝具強化の内容なんですが、敵全体に強力な混沌特攻の攻撃に変わったという形になっております。でこれ宝具威力アップと急攻撃耐性ダウン強化無効に関しては追加されていないという形になっているんで、シンプルに特攻の、宝具に変わったと思ってもらえればいいかなと思います。で敵全体に強力な特攻攻撃ということで、単純に宝具の火力が上がってさらに特攻が上乗せされたみたいな形になっているんで、そのことを考えた時に、混沌相手だった場合火力を出しやすい、アタッカーになったという形になってるかなと思います。ただ注意点として、やっぱりルーラーということで、宝具レベル1だった場合火力が出しにくいっていうのがあったりするんで、ちょっとそこだけが注意必要かなとか思ったりしております。で、この混沌の特攻なんですが 150% の特攻になっているということで、相当いい火力出てくれるかなということで早速見ていきましょう。はい、ということでやってきたんですが、メドゥーサ混沌属性ということで、混沌相手ですというので、とりあえず全スキル発動してやっていきましょう。はい、こんなにがっつり打つことっていうのはあんまりないんですが、どれぐらいの火力出るかってやつですね。一応ねバーサーカー相手にするよりも基本ルーラーっていうクラスはバーサーカー以外のキャラクターに強いっていうのがデフォルトなんで、とりあえずここで宝具打ってって感じかな。どれぐらい火力出るんだろう。自バフだけで6万出るようになったんか、混沌特攻だったら普通にいいね。やっぱりねルーラーで特攻なかった場合火力出んねえなーって思ってたのが、6万出るようになるっていう分には相当いいんじゃないかなと思います。これ等倍で出てるっていうのがプラスだったりするね。それ以外だった場合スカーディとかでバフってあげればさらに火力伸ばせるっていうことにもなったりするんで、そういった意味ではいいんじゃないかなと思います。でどうしよう、あと特攻が入ってないバージョンもちょっと見ていこうか。はい、ということで特攻入っていない場合どれぐらいの火力出るのかってやつですね。一応見といて損はないということで、あれこれさっき防御力ダウン相手に入ってたっけっていうのがちょっと気になるんだけど、どれぐらい入るかですね。もしかしたらやけどメルータ対魔力持ってなかったはずだから多分弾いてないとは思うんだけど、多分大丈夫でしょう。はい、さっきレア演出きた、久々に見たわ。はい、ということでやっぱりそうだね、 150% アップしているってことを考えたときに、4万と6万ってことを考えたら、だいたい 150% 混沌で特攻火力アップしているという形になるんで、やっぱりこの分の特攻火力上がってるのは強い感じになってるんじゃないかなと思います。なんかシンプルに使いやすくなったっていうのはいいね。で混沌以外で使う場面っていうのは正直なところあるかって言われるとあんまりない可能性が高いかなと思うんですが、やっぱ混沌相手だった場合、有利を取りつつ耐久してぶん殴るっていう程度にはほどほどに強くなってたりするんで、今回の宝具強化に関しては良かったんじゃないかなと思います。はい、強いて言うんだったらね、宝具威力アップの OC の効果量ねちょっと上げてくれたら嬉しいなとか思っていたんですが、最近運営が旧の宝具関連を強化しているということで、もしかしたら今年はまた旧の時代になるかもしれないね。はい、以上ということで今回ここで終わりにしたいなと思います。短い動画でしたが最後まで見てくださった皆さんご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録とか高評価してもらえたら嬉しいです。それじゃあバイバイ。